次乗ったところ今乗ったところなんで中止今日はピッキングですよ。明日冷凍庫のピッキング行くから冷凍食品のピッキング行くから明日その仕事がもし楽だったら来週はもうそこいっぱい入るから。お時給1350円。元気です。元気に元気に派遣バイトしてます。 JR 環状線はお乗り換えです。出口は左側。明日多分寒いと思う。あ、お茶ばかりです。明日ね、何言ったかな、8時集合の9時から5時までかな。しゅんちゃんが寸止めしてたのになんで数合わせしちゃったんだよ。その1時間邁進しないでしょ今。マジで。やばくない？課金できるよ。お茶箱50とお茶箱100っていうのを買えば、お茶箱100を1000円で買えば、お茶700円もらえるんだよ。そうそう、それを狙ってるの。どうせあいつ、なんかしでかすだろうと思って。で、その時に、微罪でも、ね、余罪で、ね、器物損壊と、ね、不法し器物損壊、不法侵入、窃盗、ね、でその辺で、ね、一発実刑に落としてやるから、一発実刑食らわしてやるから、本当に言うとくけど、示談しないから、許さないから、お金の問題じゃなくて、許さないから。悪いけど許してやんねえから。もう一件はね、次何か言ってきたらもう本気で被害届出したアホやから、去年ぐらいに追認、あ、去年じゃ今年やな、今年追認しとるか、追認って言って認めとるか、金盗んだこと認めてるから、ちょうど銀猫が来た時バカだから。知らないんだね。本名知らない。なんかなかったよ、マンション。マンション。
まあ正確に言うたらマンションというかハイツやったけど、しかもエレベーターもない3階建てのハイツでしたけど、そんなやつがね金持ってるわけないに決まってるだろうがよ。3階段で3階の部屋に住んでんねん、持ってるわけない。最近というかそもそももともと飛んでなかったでしょ。ワッチの運営から雇われて、ね、月10万ぐらいの、ね、振り込みで、ね、死ぬほど配信をやらされてただけで、みんなそうでしょ、予算にしたって、ね、セクシーにしたって見たら分かるよ。あんなやつがないってことは僕にしたらおかしい。それニコ生時代からの、 泣きゲーなんですよ。いつも泣きゲーなんですよ。私はレイプされたらね、なんか回されたらね、そんなことばっかりずっと言い続けてるの。ワッチ最初ワッチで俺ちゃんうち俺をリスナーって言ってるけど、向こうがうちのリスナーやから、俺ちゃんのアプリに来た時なんかもうひしごでコメント送ったから、何なんだよこいつは。俺ちゃんは向こうのアプリあんまりコメント打ってないけど、ね、俺ちゃんのアプリに来てわざわざ来てコメント打ってたのはね、あの向こうなんだよ。マジでリントレさんどこまで証拠をつかんだ。何やろよくわかんない。だってみやびくんも来てたし、あのしょうちんも来てたし、うちの子とか結構来んのよ。赤ラークさんも来たことあるし、札幌池ちゃんも来たりしてたし、うちの子結構だからね、中堅配信者はよく来るのよ、大手は来ないけど。まあだから純粋に普通の枠をやって人を集めれるっていうのは俺ちゃんだけなんです。あとは全部水増しだから、全員水増しだから。あ、薬局も来たことないな。薬局は来たことないな。金馬へ薬局ミスニアは来たことないな。予算もないな。アイラもないな。だってほら若様が花火くれたやろ。若様が花火くれるぐらいの雑力の持ち主なんだよ俺ちゃんにとって。え、マジでどうした、何気ないってツイキャス、ワッチ何気ないってた、ツイキャスの同時閲覧の、ね、11時っていう記録をね早く振り返らないと。ついさっき8時まで行ったから行くかなと思ったけど、もう犯罪でも犯さないと人集めれないからな、人たちは。俺ちゃんぐらいで普通に配信して人集まんの。 YouTube のチャンネル登録もまだ日々増えていってるの。俺ちゃんぐらいよ。あの NHK 動画毎日2500回から3000回ぐらい再生されてるからね、毎日3000回増えてるからね、再生回数も。すごくない？10万超えてるからね。1ドル2枚いくらなの？今1ドルいくらなの？数字やねんから、それを鵜呑みにしてるあなたたちが、ね、騙されてるだけの話です。
考えたら分かるでしょ。106.40 って上がっとるやないか。上がっとる。乗り換えます。あ、たた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 た。運営っていうか、だから品売は立場的には、ね、筆頭株主みたいなもんに上っちゅうのか。ふわっちが儲かったら、ふわっちが儲かったら金売にね、アイテムが流れ込んでくるシステムになってるのよ。で、ニコフワ動画あるでしょ。あれの YouTube 収益がアイテムに変わってね、あの人らに投げられてる。それだけのことよ、ね、君が、俺ちゃんずっとそう言ってんのに。だから水には飛ばないでしょ。自分でチャンネルを持ってるミズニャンとかに飛ばないでしょ、ね、そう言ってんじゃん、お前から。それを俺ちゃんが暴露したから、運営がやばいと思って俺ちゃんを永久バーンにした。それだけのことですよ。そんな簡単なことも分かるかな。そんな簡単なことも分かんなかった。結局現地はみんな YouTube 収益、YouTube で収益があるから、アイテムが上がる。でしょ？だからそう言ってんじゃん、前から。あんなもろくな奴らにね、あんなにアイテムが飛ぶわけねえだろうが、普通に考えて。普通に考えたら分かるでしょ。普通に考えてよ、みんな。普通に。シータ赤心は吉尾を出さないと数字もアイテム取れない。鹿児島におるわ。どうやってコラボするんだよ。うちのおかんは配信できないわ。俺ちゃん、嫁って言いたいのか。ワッチよ、ワッチ、そのうち作るんじゃない。あまりにもでしょ。だからなんで今アイテム飛ばないかって何回も言うてるけど、今ね、ネット広告に金かけてて、ね、配信者にアイテム投げてないのよ。 YouTube 見てたらファッチ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 出てくるでしょ。品売がね、もうもう運営せん、もっと人集めてよ。集めるために、ね、YouTube 広告とかポスター貼ったりとかしてるけど、ね、全然来ないから。素人の配信なんか誰が見るの。つまらん。送ったら CM 買ってみてくれよ。やれてこなくなった。行かない。
その大手が一人も出ていないっていう、中堅しか出てないし、次は今里です。出口は右側です。
数少ないリスナーのとこなんか聞き合えない、数が多かったらみんなが言うならみんながそう言うならと思うけど、レア感出そうと思って自分らにレア感出そうと思って、何なの、
じゃん、うちの工場じゃん。すぐ次は来るようになります。ありがとうございました。